毛利、元氏、重沢元氏は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。毛利氏の家臣。後治2年、吉川元春の次男として生まれる。A61 年1月21日に毛利輝元の果敢により元服し、毛利元成より、元の字の一字書き出しを受け、元宗と名乗った。永禄9年11月21日に、数王国の二歩高ありが、 男子のいないままに死去していたため、元気2年に、二保高カリの娘と婚姻し、婿養子として、二保氏の1700巻の所領と家督を相続した。これにより、これ以前に与えられていた300巻と合わせて2000巻を、領した。しかし、元宗は未まだ若年であったために、貢献役、毛利子公明代として、吉川氏一族の枝里質疑が付けられた。A62 年に、 天子勝久や山中康生ら天子市最高軍が、出雲国へ進行したため、父、元春や、兄、元長らと共に、元氏も出雲国へ出陣した。a 6十3年、元気元年には、父や兄と共に、天子勝久や大内照弘と手を組んで、毛利氏の後方を拡乱していた三隅国邸を、討ち取っている。その後、恩賞として、三隅氏の給料を三千貫を得た。 天正3年12月23日には、秋国上下昇北の北おさむかちの給料百貫の地、天正5年2月14日には、出雲国の秋城市の給料を与えられる。また、後に、山陰地方の声中港や瀬戸気機構を抑えて、山陰の海運を担うこととなった。出雲国への出陣以降も中国地方各地を転戦し、 天正6年の張馬国光月城の戦いや、天正9年の稲葉国鳥取城での戦い等に参加した。父や兄と共に救援として参陣した、鳥取城の戦いでは外極林への一番乗りを果たしている。天正10年5月13日、吉見広史来と起承分を交わし、今後の実行を誓った。豊臣秀吉による九州平定に元氏も従軍したが、 天正十四年十一月十五日に父、元春、天正十五年六月五日に、兄、元長が従軍中に、相次いで病死すると、弟の京子とが、吉川氏を相続し、元氏は、照元の遺構によって、同年八月に、二星の名跡を、神田元忠に譲り、名字と名を改めて、重沢元氏と名乗った。吉川氏の光景が、元氏でなかったのは、元氏が、 病がちであったためとされ、後の文読継承の役も病により出陣できず、広家に家臣を使わしている。また、広家が家徳相続した後しばらくは、元氏と広家は不仲であったようで、天正19年6月13日に小早川高影が広家へ宛てた書状では、元氏と融和することを勧めている。天正15年9月6日には、 岩見国の福屋高金給料である三千貫の地を与えられて岩見国浜田城を築き在城し、天正十九年には九州平定の手当として長戸国豊裏軍殿伊流山次郎を預けられた。これによって元氏の所領は五千百貫の地に秋上げし給料を加えたものとなり、文禄五年三月二十三日の文元町では、 元氏の本領が1万371国6と5章9号、一所州の杉本吉千1133国3と2章8号、朝倉元池百824国1と8章7号、河谷市二22国7と3章1号で、合計1万2351国9と5号が、元氏の所領となっている。さらに、慶長二年に、広い家から、秋国内の二千国を、 元氏一代限りで分与されたが、当初、元氏は二千国のうちの五百から六百国が、海益なしであることを望んで受け取りをぶり、高陰から毛利氏の分国内にも、海益のない者はいないので、広家が朝鮮に出兵する前に速やかに、受け取るようにと説得を受けている。慶長五年の関ヶ原の戦いで西軍が敗れ、 毛利氏が、長戸国とス王国の二カ国に原報されると、元氏もス王国へと移り、同年11月2日に、賀軍内に3166国を与えられた。慶長18年、着難の元影が名字を毛利に服することを許され、ス王高森から、天保、現在の宝北町、阿川、滝部地区周辺を治める。子孫は、長州藩一門家老の阿川も落ととして、 存続した。なお、元氏は、以後も、重沢の名字で通したようで、慶長20年4月14日の、毛利元成の遺訓に従い元氏へ別心を抱かない胸を誓った、連書記憶文では、重沢左近入道立説と署名している。慶長19年の大阪冬の陣では、着難、元影を大阪へ出陣する毛利秀成に従軍させ、元氏は、 ルスキョとして、ハギ城へ詰めた。同じく大阪へ出陣した者の病によって帰国した、テルモトは、元氏のルスキョの功を称して、衆議として小袖一つと、両尊折を送っている。元那八年三月六日、伊勢守の受領名をテルモトから与えられた。寛永二年八月十三日の御廃所継いたてによると、長戸国と与田軍天宮のうちの二百国を与えられたが、 同年12月22日には隠居領として、総国久賀軍の天野伝三郎戦地行地のうちの中曽根村200国を与えられた。寛永八年ルー10月16日に死去した。去年76。元氏の200国の隠居領は、抜死の重沢治親が相続した。なお、吉川元春の子の中では最も長命であった。ありがとうございます。